皆さんこんにちはコード前回の3和音に引き続き4和音を解説しますちなみに3和音は5種類でしたが4和音は12種類あります当然これも暗記事項です多くて大変ですでもグループに分けて分類することで覚えやすくなりますまずは先に その分類の全体像を見てくださいメジャー系、マイナー系と大きく分けられます次に789は2のセブンスコードの変化したもの10は3の変化したもの1112は5のマイナーセブンスコードの変化したもの覚えるときには共通点と相違点を比べるのが大切ですでは各12種を細かく見ていきましょう 分かりやすく C で解説していきますメジャー系3和音の C メジャートライアドに1音追加したものです 1C6 とミソラルートメジャー 3B5 メジャー 62C7 とミソ C フラットルートメジャー 3B5 マイナー7 3C メジャー7とみそしルートメジャー 3B5 メジャー7メジャーグループ3種類のコードの共通点は C メジャートライアルをとみそですそのドミソに1音足すのですが7なら6シのフラットなら7シならメジャー7 4番目の音が変化するだけです。音で違いを確認して覚えてください。 マイナー系、3和音のマイナートライアドに1音追加したものです 4Cm6 とミフラットソラミュートマイナー 3B5 メジャー 65Cm7 とミフラットソシフラットミュートマイナー 3B5 マイナー7六。 Cm7 マイナーメジャと、ミフラット、ソ、シ、ミュート、マイナー3 b 5,、B5、メジャー7マイナーグループ3種類のコードの共通点は c マイナートライアドと、ミフラット、ソですそのとミフラット、ソ、so、に1音足すのですが7ならマイナーシックスシのフラットならマイナーセブ7シなら マイナーメジャー7とメジャーグループと同じように4番目の音が変化するだけです音で違いを確認して覚えてください セブンスコードの変化したもの7 c 7シャープ5とッソシャープシフラットルートメジャー3シャープ5、マイナー7 8 c 7フラット5とみソフラットシフラットルートメジャー3フラット5マイナー7聞いてみてください。 セブンサスフォーとはソシフラットミュートピーヨンピーゴマイナー7聞いてみてください中 C メジャーセブンシャープ五とミストシャープシ ルート、メジャー3、防御5、メジャー7、聞いてみてください。 Cm7b5 と、ミフラット、ソフラット、シフラット、別称、ハーフティミニッシュ。ルート、マイナー3、ティム5、マイナー7。 ミニッシュ、ド、ミフラット、ソフラット、シュのダブルフラット、リュート、マイナー3、ティム5、ティム7。ディミニッシュコードは、少し他のコードとは違い、すべての音が、1音半で並んでいます。ルートから、次の3度は、マイナー3で、1音半です。次の5度も、ルートから数えると、ティム5ですが、マイナー3から数えると、 1> 1音半です7度はルートから数えると DIM7 ですが DIM5 から数えると1音半ですその7度から1音半進むとルートに帰ってきますこのように並んでいると展開させてどの音から始めても響きがあまり変わりませんちなみに展開とはコードの音の積み上げる順番を変えて響きを良くしたり 前後関係をスムーズににすするために行います例えば C メジャートライアドなら基本「ドミソ」第一展開「ミソド」の第2展開「ソドミ」C を展開するとコードの本来持つ意味までは変わりませんが響きはかなり変わりますそれに対してディミニッシュはルートが変わる以外にはその響きもほとんど変わりません 聞いてみてください。 ございましたグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。